取材させていただきます、大田原です。よろしくお願いします。今日一般人さんに、取材させていただくということで、よろしいでしょうか。今さ、あのポケモンの話してたんだ俺。あ、ポケモンですか。ポケモンがお好きなんですか。そう、俺一流だからさ。あ、本当ですか。マジだ。わかりました。じゃあちょっとね、これからポケモン一緒にやりに行こうっつってたんで。あ、彼女さんですか。なんかちょっと愛人。ポケモン仲間だよな。まあまあそこら辺ちょっとじゃああんまり、うん、ちょっと親密な関係ということでね、はい、わかりました。じゃあまず一般人さんにお聞きしたいんですけども、一般人さん、もう芸歴7年目ですよね。一般人さんって、今までこう芸人やってきて、心がけていることなんかありますか。やっぱさ、はい、こう毎回さ、東京来た時にはさ、必ずポケモンやるっつうことがやっぱ重要だよな。1日1ポケだよ。だろ？これマジで。はい。やっぱり1回はポケモンやんだけどな。はい。いや、そういうことじゃなくて、芸人として何か心がけていることありますか？そう。7年間やってきて、芸人と、てか横のなる人誰なんですか？だから俺のポケモン。ポケ友だよ、ポケ友。なんでそんな市民なんか別意味わかんないんですけど、別対して女の人同伴ということでよろしいですか。なんかちょっと変な感じ映るんですけど、まあまあいいです。まあまあいいや、まあいいですよ。まあまあポケモンこの後さ、あの倒しに行くと思うんですよ。まずスマホ買おうっつって、なんか顔べったりくっつけたり、なんかすごいなんか親密な感じだ。まあいいや、すいません。まあじゃあちょっと質問変えますね。今まで芸人人生で辛かったことって何かありますか？やっぱさ、あのポケモン逃げられた時だよな。あの最後の一球でさ、こうやった時にあのこうあの取れなかった時のあの残念さ、もうね、あの時はもうショックだね、本当にね。もうこの世の終わりかぐらいの感じです。はい。うん。はい。何？俺ずれてんのか？いや、ずれまくってますよ。え、俺いや、あのインタビュアーとして真剣に皆さんに一般人さんの流儀っていうんですか、そういうのを、ね、教えしたいんですよ。やっぱり一流の方のことをお教えしたいんでお願いします。はい、あのさ、まずポケモン、でもそこの女の人なえ、なんなんですか本当に。だこんな形あんまないですよ。愛人みたいな同伴してみたいな感じで、なんかあんままあいいですけど、まあ、まあいいですけどね、それはあなたの自由なんで、まあ一流の人ポケットもなんだよ。わかりました。じゃあちょっとまたじゃあ質問変えます。今までで、受けた一発ギャグとか面白かったやつって何かありますか？まあ俺の流儀はさ、こう毎回さ、ダダ滑りっつうのがさ俺の流儀なんだよ。受けたことなんか一回もないぜ。ほら、もう唯一笑うの こいつぐらいだぜ。ああ、本当に親密な仲。受けたことないですよ、今まで7年間で。もう自慢じゃねえけどさ、はい、もう常に最底辺だからさ、俺は。7年間一度も受けたことないんですよ。もう常にもう低空飛行だよ。ごめんなさい、やめた方がいいんじゃないですか、それ。いや、もうそれでも続けるっつうことがやっぱこう、重要だ。いやいや、続けてて今、してですけど、おいくつでしたっけ？いや、もう42だけどさ。42ですよね。やばいですよ。何がだよ。いや、俺、あの、ほんと、ごめんなさい、インタビュアーでちょっと失礼なこと言っちゃうかもしれないですけど、7年間受けてないともうやめた方がいいですよ。まあ、いいんだよ。俺はさ、滑ったって何とも思わねえからさ。やめちまえよ、こいつ。ああ、ごめんなさい、何でもないです。なんだよ。ごめんなさい、すみません。じゃあ、何でもねえよな、滑ったってな。いや、もう、こいつ消えちまうよ、なんだこいつ。あ、ごめんなさい、何でもないです。あ、すみません。心の声がさ、あ、ごめんなさい。出てるとおり。最後に、うん、じゃあ、いきます。一般人さんにとって、うん、プロフェッショナルとは？あ、
やっぱね、あれだよ、あのポケモン取れるときには取れる。ありがとうございました。タレク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